Hello people, this is the final part of One Piece. Please enjoy and please follow me on Twitch. At dark2296. That might change though, so I'll let you know if it does. シーザーを捕らえることに成功した一味は、その戦場でローは、デンデン虫、ローの狙いは、ドフラミン、そのためにシーザーを利用して、そして、ドフラミンゴ。長官が来たか。乗ってればよし。乗ってなければ。ドンキホーテ・ドフラミンゴ。七部会脱退。ドレスローザの王位を放棄？本当に？王位？王様だったんですか？こんなにあっさりことが進むと逆に不気味だな。これでいいんだ。奴にはこうするしか方法はない。で、なんで俺たちの顔まで乗ってんだ？七部会トラファルガーロー、麦わらの一味と異例の同盟。ローに対する政府の審判は不明ですって。ドフラミンゴに集中しろ。作戦を進める。ガチャ。俺だ。七部会をやめたぞ。もしもし、俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。麦わらのルフィお前が喉から手が出るほど欲しがるもの、俺は今。あ、何言ってんだお前。ジョーカー、余計な話をするな。約束通り、シーザーは今から8時間後、ドレスローザの北のことをグリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。寂しいね。船はドレスローザ。着いたぞ。フラミンゴはこっちで引きつける。引き渡しの時間までにスマイル工場の情報を集めろ。分かった。工場を見つけて潰せばいいんだな。じゃあドフラミンゴの手下から情報を聞き出してみるか。俺は船番だ。スマイル工場はどこだ？知らねえ。なんだよそれ。嘘はついてる。歩道を渡るか。マッキュー戦。俺たちはシーザーの引き渡し場所に向かうぞ。魔球戦。ド
来るんだろう。怖え。あんまり気が進まないと。貴様らは麦わらの一味、ドフラミンゴ様に手出しはさせねえぞ。麦わらの一味とローダー、あいつらを倒せばボーナスが出るらしいぞ。さっさと倒せ。スマイル工場について教えろ。そんなもん街中にはねえよ。シーザー、お前も戦え。俺は大事な人質じゃねえのかよ。魔球戦、麦わらの一味だ、やっちまえ。離せろ。どこにある？よくは知らねえが、秘密の工場が地下にあるらしい。海軍がいるじゃねえか。俺は賞金組だぞ。捕まっちまう。嫌な予感がする。奴らはしかたねえ、倒しておくか。私の場所だ。さっきまでの下っ端どもより強そうだな。お前、菱形のおっさんをひでえ目に合わせた。マロベラミーだ。ジャヤに行かやる。頭は失ったが、俺の中の世界はひっくり返ったぜ。そろそろ時間だ。じゃあな、麦わら。時間か。これといった手がかりはつかめなかったな。
おいロー、こちらさ、クロアシアか。それどころじゃねえ。何言って、ドフラミンゴは七部会を、や、俺たちは完全に、バカ。ジョーカー、俺たちを騙すためだけに世界中を欺いたってのか。そんなバカなことをするはずがないという固定観念が人間の盲点を生む。たとえ七部会であろうと、そうだ。お前か、新たに海軍大将に特任されたフジトラ。噂はよく聞いている。実力は折り紙付きの化け物だとな。こらどうも恐れ入りやす。それで海軍は今回のローの処分をどう決めた。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら苦労。彼らが老さん、七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わらと俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。不器用な男だおめえは。では称号剥奪で。嘘だろ、隕石？冗談じゃねえぞ。潜水の教育はどうなってんだ、野良犬が。目が見えるかどうかの次元じゃねえな。へえ、どうも。ほんの腕試しで。シャンブルズ。シーザーを連れて逃げろ。
魔球戦死んでんだ腐ったれ船だね。逃がさないよ。海軍大丈夫だ。やべえぞ。船を出せ。向こうの港で落ち合うぞ。一刀流。この者を。とある。大戦艦。キザリン少しばかり増援を回してくれるかい魔球戦集合場所を確保しとけこの者を、とある大戦艦
サニー号に戻ってるぞ。あいつらを逃がすな。おもちゃの家ってのが地下の工場に繋がってるらしいぞ。おもちゃの家だな。工場に乗り込もうぜ。よし、行くぞ。魔球戦。おい、麦わら。ドフラミンゴ様が話したいってよ。おら。ミンゴ。俺の欲しがるものってな。まあ聞けよ。エースのメラ。危険のエースの仕事。俺欲しい。チャンスなら逃すな。こうか。うん、ありがとうフランキー。カメラのミス絶対手に入れてやる。麦わらを誘い込むわらだ。あの犬を敵に食われたらまずい。分散したみてえな。これで片付きそうだ。あらら。あ、お前。いや、ここにある工場を潰しに。なんだ、そうなのか。青木じ、何を。おお。こいつらはこの状況じゃ。そうかい。海軍が出張ってきてる間はドフラミンゴも派手な真似はできねえだろう。こっちに地下通路がある。そこら工場を奇襲しなさいや。ぶっ壊しに行くぞ。一刀流。我が物を。そうある。大進展。工場はお前らに任せた。俺は敵を引きつけておいてやるよ。待て。ウィーハッハッハッ。久し。
じゃ。黒ひげか。そう、まるでエース。エースの能力は、お前らにだけは絶対には。取れるもんなら取っ。まだ。延長命令だ。メラメラの身は俺がいただくぜ。魔球戦。これ以上増援を呼ばれたくねえな。でんでん虫に放ってもらうか。特急おにぎり。このショーもいよいよクライマックスだ。ジトラ、麦わらたちを討ち取れ。今は我が家に協力し始め、加勢するように上からも言われてるから。工場の破壊には準備が必要だ。敵をしばらく近づけるな。お前らを甘く見てたよ。来るクソどもは片っ端から蹴り飛ばしてやるよ。特急おにぎり。ドフラミンゴの動きが気になるな。周りに気をつけろよ。よし、偵察に行ってください。任せろ。少々油断しちまったようで。手ごわくなったね。またの機会にしてくよ。どこ行った？お前、てめえの力。うるせえ。じゃありゃ俺がドフラミンゴから。てめえらと同じ同盟だ。四皇と七部会が手を組んじゃおかしいか。ぜはははは。麦わらの一味はこ。よひげ。
上に手は出させねえよ。エドが来てるじゃないか。メロメロの実は手に入れてやるぜ。あいつ、あんなところに。アイゾンは撤退したのか。俺たちはどうすりゃ。海兵どもはもう用済みだな。あいつらは少し強すぎた。死を塞いでおかねえとな。三刀流王国極道の辻。やめろ。体が勝手に。まっこっかねえ野郎だ。いただくぜ、メラメラの実。やめろ。天宗剣竜の息吹。うわ、なんだ。このメラメラの実は俺がいただく。久しぶりだな、ルフィ。マフィ、話は後だ。まずは目の前の敵を倒しちまおう。マフィ、マキュー三刀流王国極道の辻。もう勝機はねえか。革命軍のナンバーツーの登場か。楽しくなってきやがった。あの野郎、メラメラの実を。落ち着けよ。お前らが工場を守ってくれる約束だろ。うちの兵力ってやつを見せてやろうか。マキュウ。まさかこの俺を倒せると思ってんじゃねえよな。
命軍として、いや兄として、お前を見過ごすわけにはいかない。革命軍のナンバー2がいるなんて話が違うじゃねえか、ドフラミンゴの。黒ひげは引いたか。これで残るはドフラミンゴだけだ。やっぱサボは強えな。おい、お前と麦わら屋はどんな関係なんだ。ルフィは俺の弟だ。よろしくな。弟だと？革命軍のナンバー2と麦わら。サボもエースも俺の兄ちゃんだ。子供の頃に3人で修行してて、最初に海に出たのがサボなんだ。ずっと死んだと思ってたのに生きてたんだな。サボと一緒に戦えるなんて嘘みてえだよ。立場や目的は違えど、目の前の敵は同じだ。さあ、ドフラミンゴを倒しに行くぞ。邪魔者は消えたな。五条を破壊する気なら急げ。俺たちにスーパー任せろ。工場が消されたんじゃ、この国にはもう用がねえ。誰一人生かしちゃおかねえよ。に残っているものは全て消してやる。無差別攻撃か。止めるぞルフィ。ドフラミンゴをぶっ飛ばせ。よし待ってろリンゴ。この感覚を待って。やめてくれ。体が勝手に動いちまう。アイスブロックフェザント凱旋拳。誰一人生かしちゃおかねえよ。あいつ自分の手下まで操ってんのか。操り人形はいくらでもいるぞ。
となしく消されろ。追い詰めたぞ、ジョーカー。おいおい、この程度で俺を倒すつもりか。うるさいと。トラオ、しまった。仲間を盾にされちゃ手も足も出ないか。言わろ。惜しかったな。だがそろそろ死ね。
います。待ってろ、すぐ直すからな。めーろ、とうとう年貢の納め時だな、アンちゃん。いけるか、ルフィ。ああ、これで終わりだ、ジョーカー。やってくれるじゃねえか。まあいい、ガチはお前らに譲ってやる。ミンゴ、待て。クジトラ、四皇黒ひげと同盟を結んだドフラミンゴは今や海軍の標的。手出し無用に逃げやす。サボ、こいつらが俺の仲間なんだ。こいつは、いや悪い、俺はそろそろ行かなくちゃならねえ。え、もう行っちまうのかよ。俺にはやり残してることがある。何、またすぐにどこかで会えるさ。お前らルフィはいいやつだろ。昔と全然変わらねえ。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。お前らもこいつには手役だろうが、よろしく頼むよ。サボ、サボ、まただ。サボ、サボ。あいつ、いい仲間を見つけたな。お前もそう思うだろう、エース。麦わら屋、俺の目的は果たした。同盟は終わりだ。トラオ、カイドウってやつをぶっ飛ばしに行くぞ。お前には借りもできたし、麦わら屋、いいだろ、もう少しだけ付き合ってやる。
ひぃよし待ってろ四皇待ってろシャンクス海賊王に俺はなれ。大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。待ってるぞ、ルフィ。
Well, that's the end of the game, so please like, share, and subscribe, and follow me on Twitch, which will be my new source of content. If you want to see, I'm going to be redoing the entire of the Kingdom Hearts series, so please like, share, and subscribe.